はいどうもタクタクです。赤のあグダグダだ。シュータイヘッドレス実況プレイやっていきたいと思います。赤の魔女編、パート3ですね。はい、まあ血の通ってない看守に娘がいて、だが脱走した囚人に殺害されてしまったというところですね。では他のところも見てみましょう。おお、いっぱい。はい、もう少しで1万経験値たまるね。はい、よし、上に行くしかないのか。おお、なんだこれ。なんか悪魔っぽいのが。おっ、おなんか構造が違う。こんなあったっけ。扉を開放しておいたよ。マジで、マジで。エリナ編とかにもじゃあここにあったりするの扉。ちょっと気になるとこだな。エリナ編でもちょっと探してみたいけど、まあいい、とりあえず今進む。お、なになになに、なにここ、なにここ、なにここ。いや、この先へ進むと戻ることはできません。いや全然準備ない。ちょっともうちょっといろいろ探索をしたいぞ。うわー、いっぱいいる。いっぱいいるって。おお、ねえ。おお、いっぱいいる、いっぱいいる。お、謎解き部屋だね。ここではどんな記憶のかけらが。青い髪の男。お前ともあさってでお別れか。そうだな、黒い髪の男ね。いよいよ明後日に出所して、こことも、おさらばか。いいよな、俺も早くここを出たいよ。はあ、おいおい、だったらこっそり監視のものをくすねる癖直せよ。お前それなかったらとっくに出所してるだろう。あはは、違いない。あ、監視長、お前たち用がある。目隠しをつけてすぐに出てもらう。で、すぐに来てもらおう。目隠しをして。監視長、一体何の用なんですか。いつになったら目隠しを外してくれるんですか。ふむ、よし、そのまままっすぐ一歩進め。こうっすか。うわー、おい、ロイ、どうした。我々はしっかりと目撃させてもらったぞ、殺人の現場をな。何言ってやがんだあんた。ロイに何をした。しらばっくれるなよ。しらばっくれるなよ囚人。あさってお前を殺人の罪で首切りの刑にします。てめえさっきから何言ってやがんだ。ロイに何をした。連れて行け。はっ、離せー。何か言い残すことはあるか。俺もロイも一体あんたのに何をした。ここを出所して幸せな生活を夢見て今まで真面目に過ごしてきたのに。幸せな生活だと。はっ、笑わせてくれるな囚人の分際で。お前なんかにな、幸せになる権利なんてないんだよ。やれ、頼む。妻と娘が今日俺の帰りを待ってるんだ。5分でいいから会わせてくれ。頼む、頼む。それはできない。呪われろ人間のクズどもが。あ、これあれだ、黒髪の男の叫びだったのか。ちょっと時間軸が分かんないけど、どういうこと。あ、親友を殺させるなんて残酷な人ね。せめて記憶は浄化してあげる。安らかに眠るといい。時間軸がちょっと分かんないけど、娘を殺されたのが最初で、それからちょっとこういう囚人たちに
になったっていう感じなのかな、もしかしたら。何も調べない。これで記憶のかけらは全部かな。なんか全部集めない。ああ、忘れてた。記憶のかけらを全部集めなきゃいけないような気がするけど、全部入ったような気がするな。行ってみるか。行くぞ。オッケー。ここで死に来たか。赤の魔獣。お待たせ。死の準備はいいかしら。そいつはこっちのセリフ。100年前の俺とは違う。100年の時間差だったな。暴れさせてもらいます。おお、びっくりした。おお、どうした、高い。いいです。違う、あそこ一回エネルギーが消えると止まるんですよ。まだ半分の力も出してないけど、クク奇遇だな、俺もだな。この悟空とマジュニアの天界寺武道会みたいな展開は。うわ、びっくりした。な、何そこでお話しして。こうならこいつは怖いだろ。おお、逃げてる。MP がない。痛いです。おお、やった。ついにあんたちの戦い、まあまあ楽しく。クボーナス次の一撃決着、早い。終わりだ。あんたの負けよ、ケロス。俺の負け。そうよ、あの子の目を返しなさい。持っていけ。あの子の元に届け。お、わからねえ。なぜお前があの女のためにそこまでするんだ。誰かのために行動するのに理由がいる。くっ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 、迷惑な女だぜ。お、お、青い目になった。どうしたエリナ。私今まで何してたんだろう。え？なんかね、私すっごく悪いことをしていた気がするの。目の色が。私、ケンジ君、悪い夢でも見てたんだろう。気にすることないって。あ、ケンジ君、体が。どうやら俺は消えるらしい。え？俺、本当はこの世に存在しちゃいけないんだ。やだ。何言ってるの、ケンジ君。エリナ、大丈夫だから。
俺がいなくてもなんとかなるよ。いや、いや、どうして、どうして消えちゃうの？エリナ、短い間だったけど、君に出会えて本当に良かった。ありがとう。建築、やだよ、消えないで。建築、消えないでお願い。かわいそうだけど、死神がいなくなった今、ケンジの肉体は保てない。運命っていうのは時に残酷なものよ。ライト、今のは星の光、スターライト、本当に存在したと。何それ、スターライト、もしかしたらあなたたちに星の光を指すかも。どういうこと。うえー、ああ、なに、え、そんなバカな。エリナ、俺生きてる。ケンジ君生きてるよ。まさかの、そんな、また蘇っちゃったね。肉体もないはずなのに蘇るなんて。お、こっちも蘇るんだ。頭だけ蘇るの。気持ち悪い。状況が飲み込めないぞ。あ、終わっちゃった。いやー、まさか。ちょっとあのまま逆にね、終わらせてくれた方がちょっと良かったな。うん、まあ、俺はちょっと肉体がないのにこう死者を蘇らせるのはポルンガぐらいしか知らないからね。何度でも蘇らせるというスターライト、何を言ってるの。というわけで、これで最後なのかな。ケンジ君とエリナ、蘇ってケンジ君とエリナハッピーになったと。で、赤の魔女はこのまままたどこかに行ってしまうのかな。まあ、ケロスという死神の仕業だったということだね。ケロス、途中で出てきたアクションゲームみたいなものがあるのかな。それとも作者さんがこう、まあ、その過程をちょっとはしょるためにああいうタッチでちょっと書いたのか。真相がわからない。わかる人はコメントに入れてね。ファイン、フィン。お、何からか。クリアデータをセーブしますか。ちょっと待てよ、まず何かあるのか。あ、終わりですね。はい、ちょっとちなみに、お、2つある。これちょっとやってみよう。うん、なんか変わんのかな。エリナ編とかやってみますか。ちょっと待って、わかんないけど、まあ、これでね、赤の魔女編とエリナ編、両方終わったわけです。まあ、これで、集大の実況プレイは終わりだと思います。はい。また何か真実がわからない限りは、うん、やらないかな。まあ、気になるのは、唯一気になるのは最後、赤の魔女の屋上へ登るところがあったと思うんですけど、あそこの隠し部屋をエリナでも行けるのかなっていうのは気になるところだけど、まあ、こっそりやるか。実況で確認するかはまだ未定です。はい、というわけで一旦というかね、ここで、集大の実況プレイ終わりたいと思います。また
次もホラーゲーム実況ができたらいいなと思っています。それではまたどこかでお会いしましょう。では。